M ラインミュージック、まずは宮本かりん氷点下ミュージックビデオをご覧ください。初解禁の映像です。そちらも寒いみたいね、天気予報で言っていたわ。君の街までつい見抜くせ、染みついてたの。風邪ひかないで欲しいなって願っているのに、つい弱った電話を待ってしまうのよ。暖かい春を知ったこの胸が、氷点下北風に凍えています。たまにくらい甘えてみてほしい。受け取ってあげる、駆けつけてあげる。君の名前をタップして声聞けば、我慢した何もかも溢れそうだから。こちらは元気ですってメッセージ、強がってあげる、強がってあげる。M ラインミュージックのお時間です。お相手は夏焼みやびと宮本かりんです。 M ラインミュージックはオフィシャルファンクラブ M ラインクラブを中心としたメンバーの音楽活動にフォーカスを当ててお送りしていく番組です。今回もこの2人でお届けしていきます。冒頭では12月1日発売の宮本かりんファーストシングルに収録されている氷点下のミュージックビデオをご覧いただきました。夏焼さん、いかがでしたか？いやー素敵でした。本当ですか？もう表情からなんかこうちょっとした仕草がなんか可愛い仕草もあるけど、結構やっぱ大人な女性になったなっていうのが、やったよかったなと思いますね。この楽曲って、うんうん、あの2年前に私あのハロープロジェクト在籍中にソロライブやらせてもらったんですけど、うん、はい、その時に初披露させていただいた曲 で、うん、でその時とはまたアレンジを変えて、あ、はい、なるほどね、あのこのシングルに収録させてもらったので、うん、声自体も結構こう大人っぽく2年でちょっとなんか低いところも出るようになったりとかもして、大人っぽくなったなっていうのは自分でも感じます。なるほどね、はい、なんかライブでかりんちゃんが歌っているのを聞いてたから、はい、なんかその印象とまた映像で見る印象が結構違った、うんうん、すごいしっとりして、うん、なんか聞き入っちゃう感じでした。ありがとうございます。いや、はい、とても嬉しいなと思うんですけど、うんうん、ファーストシングルの収録曲もなんとやっと決まりました、はい、ということで、はい、どうして僕らにはやる気がないのか、そして氷点下、そして、うん、規格外のロマンスというトリプル A 面シングルになるんですけれども、はい、まあ、どうして僕らにはやる気がないのかという楽曲は、うんうん、あの以前配信の方でね、うんうん、あのまあ、出させていただいた曲なんですけど、うん、こちらもやっぱりアレンジとレコーディングももう一回し直して の、うんうん、あの発売になりまして、で本当に新曲ってなるのは規格外のロマンスという曲で、楽しみ。それはどういった、これは最初やっぱりこう悩んでる部分とかもありつつ、でもなんかこうパッと開けてるちょっと明るい今までの楽曲にはなかった感じの楽曲なので、そうなんだ、はい、ぜひたくさんの方にね聴いてほしいなと思います、うん、ね、聴いてほしいですね、はい、私も聴きます、はい、はい、楽しみに。続いては鈴木愛理ライブ2021-2627 at 日本武道館から11月7日に配信されたばかりの新曲レスキューのライブ映像をご覧ください。ドキドキもありますが、気持ちよく楽しく思い
を伝えていきましょう。あんまりしんみりすると泣いちゃうからここでいきます。ワイワイワイ。日本武道館公演終わりました。ありがとうございました。いや、
っという間ですね、始まると。今日朝一回現場で通して、で本番でもう一回やったんですけど、一日があっという間に終わっていきました。本当はすっごい緊張してたんですけどね、今朝母親に緊張してるんだよねって言ったら、なんか間違えたとしてもそこに穴が開いて地球の底に連れてかれるわけじゃないんだから大丈夫だとか言われて、なんか確かにだって思ってすごい楽しむことができたんですけど、なんかやっぱ MC でも話したように3年前の日本武道館公演の時とは少し違う気持ちで今日ステージに立てました。なんか皆さんに伝わってるものがあるといいなと思います。ということで今日は本当にありがとうございました。いっぱい笑いよ。さあ、ということで愛理の映像をね、はい、ご覧いただきましたけど、どうでしたか？はい、このライブ本当にもう武道館行って見させてもらったので、なんかその気持ちがね、こう蘇ってきて楽しかったなっていう気持ちと、あとやっぱりね、衣装とかも可愛かったりとか、すごい可愛かった。その新曲もね、なんかみんなでこう踊れるような楽曲で、すごい楽しそうだなって思いました。ね、ミュージックビデオとかも見たんですけど、本当になんか愛理らしさ全開で、全開、すごい、もう見てるこっちが元気をもらえちゃうね。ねえ、可愛かったです。はい、見てない方はね、ぜひ、見てほしいですね、はい、と思いますけれども、まあね、日本武道館といえば、やっぱりハロープロジェクトってすごいこう日本武道館を大事にしているなっていう印象があるんですけれども、夏秋さん的にも、なんか思い入れとかありますか？そうですね、やっぱベリーズ工房時代、やっぱり、デビューしてから、いつか日本武道館立ちたいねっていうのがやっぱりね、目標にずっとあって、できた時はやっぱすごい泣いちゃうぐらい嬉しくて、もうみんなやったーみたいな、やっと決まったねみたいな感じで、すごいみんなで大喜びしたのを覚えていて、いつ立ってもね、ステージってすごく緊張もするし、なんかやっぱプレッシャーとかもあって、もうなんだろう、なんか私、何のライブやってても、私すごい緊張しいなんで、もういつもドキドキしちゃうんだけど、でも武道館の時は本当になんかもう体中震えるぐらい緊張してて、でもやっぱりなんていうのかな、いつもこう映像でしか見てない方とかも、武道館やるってなったら駆けつけてくれるお客様がいたりとかして、みんなにとってすごくとても大事な場所なんだなっていうのはいつ立っても思いますね。かりんはどう、武道館立った時、どういう気持ちになった？でもやっぱり、ベリーズ工房さんだったりとか、キュートさん、モーニングさんが日本武道館に立ってる様子を、こう後輩の宮本はずっと見てきていたので、なんか今私たちは立ってる側なんだみたいな、なんかすごいみたいな感じだったし、コロナ禍のライブってこともあって、卒業ライブはそのセンターステージになったんですね。あ、なるほど。そうなんですよ。なので初めてのセンターステージだったので、全て見られてる感覚。そうだよね。もう本当にちょっとも気を抜けない。そう、確かに。結構後ろ向いた時とか宮本結構表情筋の体操とかするタイプの体操してるんだ。そう、とかするタイプだったりしたんですけど、そうなんだ。それすらできないから、なんかもう後ろ向いてもキラキラってしなきゃって、もう向き関係ないからね。そうなんですよ、ね、やっぱりね、確かに。どの席でも楽しんでもらえるようにっていうのをすごい考えて頑張った記憶あります、ね。続いては尾形理沙、愛が止まらない、ターンイットイントゥラブ with 福村瑞希歌唱動画のメイキング映像をご覧ください。愛が止まらない福村さんと一緒に撮影です。衣装は私が赤で、福村さんがこの後多分出来上がると思うんですけど、黒でなんか双子みたいな感じになってます。楽しみです、頑張ります。じゃあやってみましょう。
どの曲もですけど、ご本人のリンクさんの感じに寄せるというか、ちゃんとリスペクトを持ちつつやりたいなっていうのをずっと思ってて、笑ったりとかはこうしない感じで、ちょっとしっとりとした感じで撮りたいなと思っております。お願いします。お願いします。フルです。フルリップです。じゃあいきます。じゃあ、まあ、また決め決めが多いのでつい手振りを足したくなっちゃうんですけど、あのウィンクさんがもともとこう笑わないとかっていうのはありながらも、なんか同じ感じでできたらいいかなって思ってます。走り出した愛に理性の場には聞かない、ルブルない。サーフェチューブ上げます。全部ちゃんと。全部2個目だと思います。じゃあ一回やってみましょうか。はい。回してやって。ジャジャスみたいになってる感じ。なんか音が聞こえるのに取らないんですよ、それをこうね、音取らないようにするっていうのが逆に難しい。ルブルライトを消す指が震え、ジャス愛しくて止まらない、もあなたに微熱奪われている、ブラブラブラ。2人のフリーでリップするバージョンの2ショットを2サイズぐらい、まあ、さっきのワンショットみたいなやつも。だったんですけど、うん、もう本当に撮影してレコーディング も2人で撮って、この1曲2人だけでこう出来上がるっていう、完成するっていうものが今までなかったので、ね、まあ、ちょっと不思議な感覚はあったんですけれども、うん、あの一緒に歌ってくださってありがとうございます。いやー、もう気持ちでもいっぱいで、振り付けでこう横見る時あるんですけど、なんかここがすごい綺麗なのよ。ここと、あと鼻がすごい高くて、このなんか横顔がめっちゃ綺麗だったから、すごいなんかやってる私も見とれちゃうって感じ。これね、ちょっとウィンクさんに寄せたというか、リスペクトな感じで、はい、二人でお揃いのイヤリングつけてます。衣装もね、お揃いで。そう、ここまでさ、全く一緒とかもないもん ね、 ですよ ね、 ね。だから嬉しかった。嬉しいです。楽しかったので、ぜひね、皆さん、はい、たくさん見ていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。愛が止まらない Tied into Love はウィンクさんの楽曲で、もともとはオーストラリア女性歌手のカイリー・ミノーグさんの楽曲なんですが、はい、まあ、普段海外の楽曲って聞いたりしますか？うん、
私はなんかあの誰々が好きみたいなことはあんま強くはないんですけど、うんうん、はい、だけどなんか自分の家にいる時に、うんうん、まあ、あのおうちカフェしたりとか、そういう時にかなんか流したりとか、すごいおしゃれ、あとはなんか普通にメイクしてる時間とかに流していたり、うんうんうん、なんか友達とドライブ行こうってなった時に流したりとか、そういう感じではあるんですけど、でもなんか私が聞いてる時って自分のこうテンションを上げたい時が一番多いのかなって、海外のねそういう楽曲聴くことが多いのかなと思っていて、はい、やっぱり一人でいてもなんかこう夜とかはちょっとこうしんみりした曲というかちょっと切ない曲とか聴きたくなるのと一緒で、なんか朝とかはこう爽やかな気持ちになりたいなとか思うから、うん、割と日本の曲よりもそういう海外の方の楽曲を聴くことが多いかなっていうふうに思います。聞いたりします？宮本はなんかそれこそね、うん、この方が好きとかそういうのではなく、うん、研修生の時にこう歌のレッスンの一環で、うん、マライア・キャリーさんの、うん、All I Want For Christmas Is You っていう、あのよく流れてるクリスマスで、うんうん、あの曲をあの歌わせていただいていて、そうだから今でもそのなんか私英語詞の曲歌えるんだよみたいな感じでなんか人とカラオケ行ったら、うん、あのクリスマスじゃないのにこの曲を歌ったりじゃないのに歌っちゃうんだ。そう、夏でもなんか歌えるんだっていうことをなんかそのなんて言うんだろう、ちょっと鼻高々、はいはいはい、あの自慢したくて歌います、うん、かわいい。まあでもさ、それ歌えるって結構レベル高いなっていや思うよね。周りからしたらめっちゃ難しいと思う。すごいって言ってくれるけど、ね、やっぱなんか夏だとちょっと夏だとちょっとね、うん、でも研修生の時にその洋楽でレッスンをするって結構レベルが高い。すっごい難しくて。そうだよね。だからなんか覚えていかなきゃいけない、英語詞を覚えるってめちゃめちゃ難しいんですよ。うん、すごい大変だった記憶はあります。最後は鈴木愛理ライブ2021-2627 at 日本武道館からオープニングアクト尾形理沙、雨音はショパンの調べをご覧ください。Thank you.
ラインミュージックお別れのお時間です。はい、さあ今回も2人でお届けしてきましたけども、はい、まあ、だいぶね、まあ、私たちは一緒にいる時間がそうですね、うん、多いので、はい、他のメンバーたちよりも、うんうん、なのでなんかこう気さくにね、はい、話せるし、うん、なんかスムーズにね、スムーズにスムーズに今回もお届けできたんじゃないかなと、はい、思います。はい、この番組では話してほしいトークテーマや私たちに関するコメントなども募集していますので、ぜひコメント欄にご記入ください。はい、お願いします。お願いします。はい、M ラインミュージックでは M ラインクラブメンバーの音楽活動にフォーカスを当ててお届けしていきます。毎週金曜日に動画がアップされますのでチャンネル登録お願いします。今回の M ラインミュージック、お相手は夏焼みやびと宮本かりんでした。さよなら。今回の M ラインミュージックいかがでしたか？次回はまた新たなメンバーでお届けしていきます。お楽しみに。ナレーションはビタースイート田崎朝日でした。またお会いしましょう。